はい、皆さん、こんにちは。オルキナスです。本日もご来場いただきありがとうございます。マリオカート8デラックスの実況をやっていきます。1列目、ビビエ、よし。3落ちの実力を見せてやるよ。実はですね、昨日の夜に、アイテムがない。模擬に、人生で初めての模擬に参加したんですよ。で、まあ、ボロクソにやられて、68点で確か10位だったんだけど、まあ、ボロクソにやられたんだけど、この BB だけはめちゃくちゃうまく走れて、何がうまかったかっていうと、サンダー回避した上に、そのおかげで1位取ったんですよ。模擬で、最初で最後の1位みたいな感じだったけど。それでちょっと、ここ自信ついたんだよね。いやー、模擬で強い人いっぱいいる中で、俺でも1位取れるんだみたいな。あれは明らかに運だったけど、サンダー振ったし。でも、ちょっと嬉しくて、感動しそうで、めちゃくちゃはしゃいでたから。あー、マジか、引きに来るか、おい。ポンポンポン。あー、違うんだよ。あー、でもバナナ踏まなかった、よかった。後ろ投げようと思ったけど、あー、キラーか。これ絶対サンダーあるやろ。サンダーね、そう、ここら辺でね、キラーを入れて、サンダー回避したんだよね。ここで、ちょうどここで。さ、今回はどうだろう。今回は、なさそうだね。さ、テレサ使っていつでも、あー、逆半切った。ここに置いとくか。あー、ミスったね、俺。あ、赤は俺か。いやー、OK! 無敵時間。サンキュー無敵時間。これでなんとかしっかり4位を取っていく。というわけで、全パートとね、同じ部屋でやっていきますよ。はい、2レース目は、150cc のヨッシーサーキットになります。これは1個目、アイテムでキノコ引いて、前に出るっていう、いつも通りの感じで、行きたいと。OK! したらサインでどうだ？キノコ出るか？バナナか？あー、やべ！アイテムボックスのところに気を取られていた。まずい、これは打開だ。よし。いや、レート1万超えたしな、打開の勉強をそろそろやんないと、本当に、勝てなくなってくるから。おとなしくね。ポイッと。やべ、投げちった。コイン。あ。いや、すり抜けんか。コインないと、打開の大前提としてコインがあること。これが大前提だから。オッケー、コインよこせ、ほら。まあ、こんなんでいいかな。あ、もう、なんか、キラー取ろうとか、そういうことは考えずに、前行こうかな。さ、引かれ。え、ちょっと待って、俺引かれないように端っこ寄ったわけじゃん。なんで引かれた、俺。これまた引かれない？大丈夫。サンダーか。おい、コイン取るな。俺のコインやぞ。だからコインを取るなって、俺のコインやぞ。OK。ちょっと待てや、おい。しかもなんかコイン俺全く取れてねえじゃん。あ、ここのコインともらおう。ちょっとそれ許せへんな。ちょっと成敗してくれるようぞ。さあ、ここでしっかり停止して。まあ、これならいけんじゃねえか。いやー、これで、キノさんスターか。痛えな、それは。さあ、ここでサンダー振るっしょ。振んないか。ちょっと難しそうだな。ただまあいいや。これで上がっていく。さあ、ロングキラーはいない。ああ、これでなんか出んのか。じゃあ、とりあえず使おう。サンダー来てもいいよ。OK、キノさん出たー。ああ、取られたー。あ、こんなに微妙な感じ。あ、キノさん取られてなかったらスターで引いて、なんかもうちょっといいところまで行ったんだよな、ゴール前。ゴール前なんかめちゃくちゃ混んでたしな。悔しい。つらい。26,300、強者部屋で頑張っていきましょう。じゃあ
はい、じゃあ、3レース目、150cc のプクプクビーチです。俺が選んだコースが来たぜ。いやー、誰も選んでなかったからさ。あー、待ってー、うわーん。いやー、ちょっと待って、まずいぞ。コインが出てこない、まずい、これはまずいぞ。とりあえずね、あー、ダブル、オッケー、よし。とりあえずここで出れるもんなら前に出たい、オッケー。あぶねー。ザコインも取りつつ、おっと、皆さんいるね。前出るか、じゃあ、オッケー。おっと、あぶねー。ほらほら、さあ、ミドさん裏に持ってるが大丈夫かい。近づかない方がいいぞ、やけどするぞ。俺に近づくとやけどするぞ。ほら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 、スリストくれ。赤かー。ほら、よしよし。ミドさんの暴力すげー。あー、やべ、ミスったー。こう2周目カニちゃんさ、内側にいるからなかなか通りず、うわーん、クラ打ちやがった、あいつ。後ろ何持ってんだ。あー、おい、じゃあ投げるわ。オッケー、よし。おい、赤持ってんだぞ。俺より前に来るな。あーん。いやー、ドリフトかけて車体横に向けた瞬間に横当てされた。いや、これ、辛いな。勝ち目ないな。さあ、最後のアイテム、あー、やべ。いやー、なんかミスが続いてる。まずい。コインちょうだい、じゃ。オッケー。さあ、ここでキラー入れて。さあ、一人二人抜いていく。さあ、テレサで三人目抜いていくかな。さあ、四人目。なんか微妙なところで下ろしやがってよ、キラー。お前、許さねえからな。また微妙な順位じゃねえかよ、おい。いや、なんでキラーって微妙なところで下ろすんだよ、マジで。勘弁して。じゃあ、ラストレース行きましょう。はい、4レース目、ラストレースやってきます。僕が選んだね、マリサ、来たんですけど、見ればわかるよな、200なんですよ。いや、よし、来たと思ったら、うわーん、200来ちゃって。マジで勘弁してほしい。ちょっと今日も、昨日だよな、確か。いきなり、いや、何に当たった今。昨日、ミラーから始まって、今日の最後は、これですか。もうちょっとなんか、仕打ちがひどいよ。OK。いい、ここ、やべえ。ちょっと、それは怖いから勘弁してくれ。勘弁してください。あー、よし、いいぞ、いいぞ、いいぞ。コインが集まってくる。コイン、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 コイン。コインをください。コインください。コインちょうだい。コインちょうだい。あー、ウォー、サンダーカイ来たー。さあ、ここはもうあれなんだよね。もう、台乗ると絶対なんか変なことになるけど、危ねえ、バナナ。さあ、これでもう上がってこう。どうせ、もう一本サンダー振ったりとかはないと信じて。さあ、ここはあれだな。ちょっとイカちゃん怖いから。200で。キラー入れた、よし。あぶねえ、赤来たからもうしょうがねえと思ってキラー入れたけど、裏がまたヘナチョコのアイテム来やがって、うわー。おめえ、ふざけんなよ、マジで。マジで中途半端なところで下ろしやがってよ。あー、でも取れた、よし、取れた、よし、降りた。今日、バナナ、今日終わりです。はい、これ見て、このパートはここまでにしたいと思います。いいとこなかったな、このパート。なんもねえじゃん。注意ばっかじゃん。もう、レート上がってるけどさ。というわけで、今日のパートはここまでにします。本日もご来場いただきありがとうございました。